今日は初めてなんですね。そうですね、あのブラウンもそうですね。そうなんです。ですからこの大森ブラウンというのはこれがね、そうですね、ライトのエラーも一つ記録されています。ですからこれですね、ボールが吸い込まれるような感じになります。でこの室内って言いますのはそのあたりの感覚を、まあ、掴んでもらおうというのが藤田監督の配慮でしょう。バットが回りました。踏んではまたちょっと違いますからね、はい、ランナーがいないんですがセットポジションで投げています木田。ストレートが先ほどから140後半のストレートを随分投げ、やはり起用したいと。この広田君もいますけどもね、はい、やはり硬い。3回目のバッターボックスはショートゴロ併殺打でした。2エンド1 4球目中尾は外に構えました。アウトコース速いボール149キロ、実にこう小気味がいいと言いますか、いいテンポで投げてますね、はい、アウトコースやや高めでしたが主審の鈴木さんの右手が高々と上がりました。久しぶりに木田がマウンド上で踊っています。楽しそうに投げています。このブリューワーが今の時点ではちょっと落ちるという話が近藤監督からありました。まあデイエットとブリューワーにしてみますと、まあ、うかうかしていられないということになるんでしょう。ワンエンドワン、昨シーズンは2エンド1変化球空振りの三振。ジャイアンツの方は今日は DH を使っておりません。この辺も開幕近しという雰囲気をジャイアンツの方は連続三振でした。先ほどの回はストレートの伸び、トゥーナッシング、アウトコース149キロ、大きな自信につながるんじゃないでしょうかね。そうですね、昨シーズンも前半は非常に貴重な谷間を埋める時、もうキャンプ終わってオープン戦もですね終盤にですね、はい、入ってきて各チームが自信が大きく膨らんだんじゃないですかね、はい、ツーボールになってもということは大きいんですよね。まあノーワインドアップセットポジション、バッターボックスの小川に対してラストボール、速いボール、これも149キロ